パールです。チェロです。パルチェロです。はい、ジョジョピタやっていきましょう。いきましょうかね。今回はね、ちょっとまあ、いつものメンツと言われてしまえばそれまでなんですけど、まあ、アレッシー浩一くん、このね、SRBR コンビで500万点を超えていきたいなと。おー、いけるんですかね。だいたいね、困ったらこの2人なんですよ。そうね。で最近ね、なんとなくよ、体感、なんかジョジョピタをされる方が増えてんじゃないかなと。そんな感じしますね。多分ね、ジョジョ SS が終わるから、ジョジョ SS やってた人がジョジョピタってなんだろうみたいな感じでされてるんじゃないかなっていう、もう何の定量的なものはね、全て定性的なね、あのお話なんですけど、なんかそういう感覚があるので。そうですね、まあ、ちょっとこの2人いつも紹介してるんですけど、まあ、ちょっと改めてね、紹介したいなと。そうね、久しぶりですよ。そうですね、うん。まあ、このアレッシーと小石くんですね、まあ、SRBR なんで、まあ、ガチャして、うわ爆死やっていう時に今出てくる人たち。そうそうそう、外れのね、うん、ただこの2人はね、外れじゃないんですよね。お、強いんですよ。で、まあ、あの解放もできるから、まあ、レベルちょっと中途半端だけどね、光一くんがレベル72で、アレッシーが61と、で両方ともスキルレベルは5と、スキルレベルはね、やっぱ上がらないとちょっと難しい。そうだよね、うん。まあ、レベルもね、50でスキルレベル5っていうところが、まあ、ちょっと最低条件にはなってしまうんだけど、まあ、もし今点数伸びないなっていう人はこのキャラ使ってみて、ちょっと、あ、こんな感じで使うんだねっていうのをちょっと見てもらえたらなと。でシールはね、まあ、ゴリゴリにシール貼ってる。まあ、貼りますよね。言ってもね。まあ、スタンドアップパワーに寄せてると。っていうのが、アレッシーがね、こう、大パネルを作りやすいんですよね。ああ、そうですね。うん、だから、その、スタンドアップパワーをちょっと強めにやっていくと。で、光一くんで強化して大ダメージを与えるというね、いつもの流れでやっていきたいなと思います。頑張ってくださいね。はい。はい、じゃあ早速ね、見ていきましょうかね。はい。まあ、結構パーティーメンバーもゴリゴリなんですよ。本当ね、あの初心者向けと言いつつ結構ゴリゴリな感じで言ってますけど。そうですね。まあそれだけね、やっぱこう SRBR で500万点を超えるっていうのはなかなかね、ハードルが高いということです。まあ、まずはね、あのアレッシーは、まあ、ブーストキャラなんで。そうですね。うん、まあスキルを何回も使って早くこうスキルブーストをマックスにさせる。あとはまあできればこう、ボックス作りながらなるべくこう真ん中の分を消化していく、まあ、アレッシーでもね、こうやってボックスが作れるから、まあ、そうね、そうそう、手助けにはなるんですよ。そうですね、割と初心者には優しいタイプのアレッシーですね。そうだよね、まあ、ここら辺はね、光一くんがこう真ん中を強化するから、ちょっと真ん中のパネルをね、ちょっと厚めにちょっと持って、あ、そうでね、まあ、こうやってしょったら、まあ、光一くん使うのが遅れたっていうね。本当はあそこで光一くん使ってればアレッシーが溜まってみたいな感じで、ね、まあ、いい循環でね、回れてたんですけど、まあ、もうしょうがないんでね、ここはアレッシーを使って、で光一くんで強化してみたいな。もうほら光一くん連打しようやろ。そうね、だいぶ大きくなりましたね、アレッシーもね。でまたこれでボックスができる。あ、できなかったね。なんでちょっとね。なんでですかね。アレッシー使って、まあ、多分ね、ボックスでつなげちゃったからかな。あー、お、だいぶ乗ってきましたね。うん、でね、ここで使ったのが本当バカチンやったよね。バカチン、うん、ほら、あそこにはまってるからさ。あー、本当はね、ここでね、パネル5が作れるんですよ。ちょっとね、ミスりましたね。ちょっと散らばってますね。うん、まあまあ、でもあのパネル4でもね、いや十分でしょ、うん、結構大きいダメージ与えれるから。アレッシまみれよ。そうやろう、だんだんあのアレッシの顔がでかくなってきたから、ね、これで80万近く与えれるし、おお、もうすでに120万点、うん、結構ね、やっぱあのブーストキャラだから、こうだん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 後半に行くにつれてこう、勢いがね、そうそうそう、快調になっていくんですよ。こんな感じでね、消してってね。そうそうそう、まあ、本当はね、あの左下のお邪魔を消さなきゃいけないんだ、ここは。ああ、そうね、こいつでこうやって消してくれるから。まあでもこれでまたボックスできて消えるからいいんだけどね。あ、確かに、ね、うん、であそこを消す。そうするとで、こうあそこをね、こうやってね、間をこう囲ってあげるんですよ。そしたらちょうどね、中をね、アレッシーが、そうね、で、お、羽子の完成と。
やりましたね。なんか覚えてほしいのはあそこのね、あの2段目からの枠を作ってあげて、うんうん、やれば、うん、スキルね、そうそう、パネル5がね、まあ、簡単に作れちゃう。うんうんうん、こうなってくるとね、もうあと結構連打で使えるから、うんうん、でスタンドアップタイム中じゃなくてもこうやって使っていくことによってのボックスができるから、うん、そうね、取っておけばね、そうそうそう、スタンドアップの時にまたパネ5をね作りやすくなってきますよ。こうなってくるともうこっちのもんですよ。そうですね、もう勝ち確ですよこれは乗ってますねだいぶね。そう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 、いやアレッシの久しぶり見ますよ、ダメのポーズね。あ、本当有能だよこの2人は、この組み合わせは本当に。いや有能ですね。うん、多分こうやってねまた間をこう、うん、囲っていく感じで、ね、そうそう囲ってあげる、うんうん、おこれやりましたね、これやりましたよ。これミスったよね、あのあそこの端っこを消さなきゃったら何を血迷ったかねこれでもできるんだけどね。うわ多いな、ちょうどね、強化も。あとはパネ6が作れたらいいんだけどね、まあ、パネ6はちょっと難しい。そうね、うん、うん、パネ6は厳しいかな。パネ6だけを作る目的だったらいけるけどね、うんうん、ボックスをずっと貯めていけばできるから。でその後まだ500万点っていうのがね、うんうん、難しいから。そうね、この繰り返しでね、あとはもういけます。お、いいですね、なかなか。これだったら私でもね。そうそう、プロさんいつもそう言うやん、なんか俺の見て、俺の見ていつもそう言うやん、うん、いつも1000やん。まあね、なんか赤ちゃんの時もさ、あ、私持ってるからこれいけそうみたいなこと言ったけどさ、うん、1000やん。いや、気がついたんですよ、赤ちゃんのレベルが足りてないということにね諦めざるを。ここがね、ちょっとね、やばいやばいやばいってなってギリギリね。まあ、でも結構これだけガチでもね、結構ギリギリだからね。そうね、でも結構火力ありますね。やっぱパネ5になるとね、強化のパネ5ってなると、うんうん、まあボーナスキャラじゃなくても、で、あのシールもさ、うんうん、やっぱ寄せてるから。あ、そうね、うん、っていう感じですね。おお、なかなかいい感じじゃなかったですかね。はい、ということでね、どうだったんですかね、はい、500万点、なんとか超えることができました。うんうん、いや万能ですよ、うん、いやこれをね、アレッシュ赤ちゃんに変えてやってみたんよ。うんうん、そうなるとね、全然ダメだったんよ。あ、まあ250万ぐらい超えれるけど、やっぱ500万っていうのは到底いきそうになくて、うんうん、やっぱね、こう大パネルを作れるキャラでいくっていうのが結構鍵かな、うんうん、なるほどね、うん、まあこの前ね、僕がお見せしたのはやっぱボイス4太郎でこうスタンドアップタイム中に、うん、大パネルを作るために赤ちゃんを使うみたいな感じだったっけ、うんうん、だから赤ちゃんを主戦場に持っていたいけんね、あくまでサポート役、うんうん、だからまあこのコンビかな。まあ、GR とか入れるとまたいろいろあるけどね。そうね、うん、まあ、SR、BR というところで今回ご紹介しました、うんうん、はい、では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。